CGM48 終わりちゃう。こんにちは、 CGM48 の伊豆田里奈です。カニンです。シタです。僕ら CGM48 なんか本物のサーホルンピー AKB48 イーフルなんか내손이나이파테사이미성공로고원디성공僕らの CGM48 ที่อยู่เชียงใหม่ค่ะรู้จักค่ะใช่คือตอนที่พวกเรามีซิงเกิลที่2ใช่ไหมคะ Melon Juice เราได้มีโอกาสดูงานนี้ด้วยเพราะว่ารุ่นพี่ HKT เนี่ยก็ได้แสดงเพลง Melon Juice ในงานนี้ด้วยก็รู้สึกว่ายิ่งใหญ่มากๆแล้วก็แฟนคลับเยอะมากๆแบบว่าทุกคนแบบโบกผ้าเชียร์แล้วก็แบบสนุกมากสนุกไปกับพวกเราค่ะแล้วเหมือนเป็นงานที่เป็นงานกลางแจ้งด้วยใช่ไหมคะก็เลยทำให้แบบฟีลแบบเราได้เห็นทุกคนได้เห็นทุกคนมาสนุกสนานกับพวกเราเป็นเฟสติวัลใช่はい、今私がすごく気になっているグループはですね、超ときめき宣伝部さんなんですけど、タイでも TikTok が流行っていて、TikTok の中の曲で、スキー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 っていう曲がすごく流行っているので、実際お会いしてみたいなって思っています。あと他のグループさんだと、ラブドールさんだったり、マネッケータさんは、結構タイでのアイドルのイベントとかにも、タイにわざわざ来てくださってパフォーマンスをしてくださることが多かったので、お会いしたこともあったりするので、また一緒にお会いできたら嬉しいなって思います。ค่ะถึงแฟนๆชาวญี่ปุ่นนะคะตอนนี้พวกเราก็มีเพลงไปแล้ว3ซิงเกิลค่ะใช่แล้วก็เพลงนี้นะคะเป็นออริจินอลซองครั้งแรกของพวกเราค่ะนั่นก็คือเพลงมาลีค่ะโดยที่พวกเราจะรวมเพลงญี่ปุ่นแล้วก็เพลงเหนือล้านนาอยู่ด้วยกันค่ะทุกคนจะได้เจอความน่ารักของพวกเราแน่นอนค่ะใช่ค่ะแล้วก็ขอฝากวง CGM48 ด้วยนะคะเป็นวงน้องสาวของรุ่นพี่ AKB48 แล้วก็มีรุ่นพี่อิซึตะมาอยู่กับเราด้วยค่ะ มาเชียงใหม่กันเยอะๆนะคะはい、私たち CGM48 はまだ日本でのパフォーマンスの経験がないので、いつか日本のファンの皆さんにも私たちのパフォーマンスを生で見ていただけたら嬉しいなと思います。私たち CGM48 の応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。และนี่ก็คือออริจินอลซองครั้งแรกของพวกเรา CGM48 มาลีค่ะCGM48 の皆さんもすごい可愛くって、皆さんすごい衣装が可愛らしいですよね。CGM48 さんのこの爽やかな制服にすごいチャラチャラチャラってすごい可愛らしい音楽をこう耳も目も癒されるという素敵なパフォーマンスありがとうございました。そしてここでなんとチェンマイにいる CGM48 さんとオンラインでつながっています。もしもーし。こんばんは。CGM48 の伊豆田里奈です。CGM48 のオンです。い
よろしくお願いします。はじめまして、電波組ウィンクのピンキーこと藤崎彩音です。ですね、こちらに東京の会場にですね、チーム8の高橋さんと倉野さんも来てくれているんですけれども、一緒に活動されたりとかはありますか？はい、私はですね、もともと AKB48 に所属をしてた時に2人とは共演とかがあるんですけど、タイに来てからだとなかなか会う機会は減ってしまったんですけど、クラノーちゃんは結構タイである AKB48 が参加するイベントとかにも毎回出張してくれてるので、今回久しぶりにオンラインではありますが、2人に会えてすごく嬉しいです。嬉しいです、私も。タイでね、結構 AKB もイベントをさせていただいてて、アジアフェスティバルとかで、いつも、元気そうだなっていう感じで見てるだけなんですけど、はい、今日も元気そうで何よりです、はい、さあここで交流を深めたいので質問コーナーです。では私から、CGM48 さんが活動されているチェンマイはどんな都市ですか？ぜひ魅力を教えてください。我看看我看我僕ら CGM48 チェンマイ你们千万你想你留下本文吗本文吗它的中华千万呢它的中华汤它的老公白天还好真的中华千万呀真的一个拉拉哥我看到他们的脸妈妈老三妈他们的脸中华千万在帮助主题呢他们在帮助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 翻訳させてもらいます。チェンマイはですね、タイの北部の方の県になっていて、すごく魅力的で、すごく他の県とは違ったスタイルがあったりとかしていて、例えば食べ物だったり景色だったり、その、まあ、チェンマイの人だったら人チェンマイの人も結構そのなんていうの、温かい方が多かったりとかするので、そういう面がすごく魅力的だなと思うので、ぜひ皆さんもチェンマイに遊びに来てくれたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。行ってみたいです、ぜひ。あ、いいですか、はい、CGM48 にとってお姉さんグループの BNK48 さんはどんな存在ですか？我们轮替 BNK48 さんは僕らは無理ないか。他สำหรับวง BNK48 นะคะเป็นวงพี่สาวของพวกเรา CGM48 ค่ะก็พวกเราก็มองวงรุ่นพี่เป็นแบบอย่างในทุกๆอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านการเป็นไอดอลการซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลงการพัฒนาการต่างๆพวกเราก็อยากที่จะเติบโตให้ได้เหมือนวงของ BNK48 ค่ะแล้วก็อยากจะพัฒนาวงของพวกเราให้โตขึ้นไปเรื่อยๆอีกจะ翻訳させてもらいます。BNK48 は私たちから見て先輩のお姉さんのグループになるので、全てのことにおいて見本になるというか、アイドルとしてのの立ち振る舞いとかだったり、レッスンだったり、成長過程とかも全てのもう見本になっている先輩のグループになるので、私たち CGM48 も先輩グループを見習って、いつかもっともっと成長できたらいいなと思っています。ありがとうございます。それじゃあもう一つ質問いいですか？はい、はい、先ほどライブ映像で披露してもらったサードシングルのマリーはどんなことを歌ってる曲なのか教えてください。はい。普段私たちは日本の48グループの楽曲をタイ語で歌ってるんですけど、今回のこのマリーっていうサードシングルは初めてのオリジナルソングで、私も今回その曲のプロデュースにも参加させてもらって、やっぱり48グループっていうそのアイドル、日本のアイドルらしさと、タイの私たちが拠点として活動しているチェンマイの北部の楽器を使ったりだとか、そういう J-ROCK とタイの北部の楽器のメロディーを組み合わせた、初めてのなんかタイの、の北地方らしさと日本がミックスされた楽曲になっているのは、うん、CGM48 初めてになるので、そしてマリーというのは日本語でジャスミンのお花っていう意味になるんですけど、ジャスミンのお花は小さくて白いお花だけど、みんなが集まったら魅力的に見えて大きく育つことができるっていうのが、私たち CGM48 似てるなっていう意味でマリーという楽曲になりました。素敵、ありがとうございます。素敵。はい、そしてとても大きな会場でライブされてたと思うんですけど、どんなイベントだったんですか？เป็นการแสดงเมื่อกี้เป็นมันรู้สึกว่ายิ่งใหญ่มากๆเหมือนงานเป็นอะไรนะคะค่ะงานที่เพิ่งรับชมไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นมาจากงานเปิดตัวซิงเกิลที่3ของพวกเราเพลงนาลีค่ะซึ่งพวกเราก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นออริจินอลซองเพลงแรกของ CGM48 ด้วยพวกเราก็ฝึกซ้อมกันอย่างหนักมากๆเลยค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบเพลงนาลีกันนะคะ
先ほどのイベントはですね、うん、CGM48 サードシングルマリーの初お披露目イベントですごく緊張しましたということで、やっぱりオリジナルソングっていうのも初めてだったので、すごくレッスンもたくさんしてすごい真剣に取り組んだので、皆さんにこれを機会に好きになってくれたら嬉しいなと思います。え、めちゃくちゃ可愛かったです。ありがとうございます。では最後になってしまうんですけど、今配信を見ている皆様に一言お願いします。CGM48 初めて参加させていただいたんですけど、まだ私たちは日本でのパフォーマンスもしたことがなかったりするんですが、今回のこの機会にタイはもちろん日本のファンの方だったりたくさんの方に CGM48 を覚えてもらえたら嬉しいなと思ってます。そしていつか日本で先輩の皆さんたちと同じステージに立てたらいいなと思っているので、東京アイドルフェスティバルのメインの方も出させていただけたら嬉しいなと思ってます。本日は短い時間でしたが本当にありがとうございました。すごく楽しかったです。ありがとうございます。本当に素敵なコメントだった。